ようございます。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。会話に盛り上がってるので先にタープを立てようと思います。暑い。やったって何もらえる前提。いつか出されるのを待ちます。いやいや、あんまりタコなかったように出せる。リーズナブル。リーズナブル。これね、なんかもうこうシルバーコートかかってるっていう。おお、やっぱ違いますね、うん、違う、うん、ぶっ飛んでぶっ飛んでいける。いくよ。はい。一瞬で出てきたやつだ。で、畳むのも。あ、これがね、あのメーカー入ってないやつ、2000なんぼで出ちゃった。それはなんていうところになってるんですか。これ確か無名なんよ、これ。へー、これ楽。いいっすね。で、ばらせるし、洗うの楽よ、これ。で、ステンレス、これ、この間使ったけど、曲がらんもんね。結構厚いステンレスやけ。なんかしっかりしてる。そうそう。これがええ。なんか栽培セットみたいですね。これね、3社ぐらい出してるよ。全く同じと作っちゃうとか一緒なんじゃないかな。ああ、OEM 的な感じなんですかね、うん、なんか俺もっとペラペラなんかと思ってましたけどね。これ俺もペラペラかと思って、うん、まあダメ元で買ったんだけど、わ、ちゃんとした網だ。ああ、すごい。これがついて2000なもんやけ。安いすごいですね。ついてついてユニセラも似たような感じですもんね。で、ユニセラに合うかなと思ったらユニセラの分かる。ちょっとサイズ違うよね。あ、違うんですか、うん、やっぱ同じではないんですね。そうそうそう。うわ、合えばもうユニセラいらんやんと思ったんだけど。チェアもある。これでさっき福ちゃんがくれたんや。え、そうなんですか。ビジョンピークスのハイバックやけ、ここまであるやつ。へえ。これ今日これで寝そう。酔っ払って酔っ払って。ヒマラヤでこれが 55% 引きになっちゃったって。あ、そうなんですか。もともと6000なんぼが3000ぐらいなんです。へー。俺が言うて、あ、こんなんがあるよって言うて買いに行ってるんで、さすがに。いやいや、何も言ってないよ、何も言ってないよ。変態ゴールだいっていう話。あー、似合う。あれも作ったんだ。マジ早く立ててビールが飲みて。ダメだ。まあ待て、前期はしっかりと出た。え、出た。今日宿女、宿女じゃない、木娘が2人も3人も。木娘か。ほら、間違えた。ちょっと動揺してる。汗だくじゃん、ビール飲まぬ死にそうが。あ、でも暑い時ビールがぶ飲みしたら余計熱中になるよね。そんなしっかりしとる。大丈夫。お時間でどうぞゆっくり。 あれ一緒にやらんの。一緒にやらんの。あとなんか持っていきなさいよ。あ、またゆっくり、うん、先に撮影とかあると思うから。あ、別に、あの気にせず、まあ、大丈夫ですよ、ね、大丈夫よ、怒ってもまた来ますから。どんな遠慮せんねん。バイバーイ。嬉しくないような気がするね。ありがとうございました。バイバーイ。はーい、気をつけてね。あ、どうぞどうぞ。ごめんね、引っ掛けが欲しい。いい。刺身を切っております。刺身を切っております。あ、2時や。このスタッキング、ソロキャン用のスタッキングにしてきた今日。いや、すみません、お待たせしました。いいえ、とりあえず喉が渇いた。じゃあ、俺かリーダーシップ、コロナで大変ですが、コロナの収束を願って乾杯。乾杯。乾杯。元気がないで、暑くて。
いやうめえ。うめえ。なんで、こううまいかね。なんか本当に身に染みる今日。なんで昼からずっと設営しようと思うね。多分今までで一番飲むの遅いですよ。うんうん。大体はい。もう来て。来て。12時ぐらいに始めてる時は多いんですよ。午前中に乾杯が始まってるけ。あでもやっぱ。タープの下涼しい。これ結構遮光性いいな。いやこれでも多分これもシルバーコードしたらだけど、うん、これちょっともらって、あ、うん、っていう間に箸でつまんじゃる。これもちょっといただきます。ん、あやっぱこれうまい。ハラミだろこれ。ハラミっぽいですよね。うん、まあ、これ激うま。コリコリしてお茶買ってくるのは絶対。ああそうだそうだならあるけど、今何ダジャレ今どういう反応していいかちょっとわからなかったんだけど、ティーバッグならあるけど、おティーバッグ、バッグ、ティーバッグは飲みたくないね。ちょっとティーバッグ揚げ足が、揚げ足取り。まあ真ん中の足が上がらんけ。まあもうね。わ始まった。ほら始まりましたね。転んでもただじゃ起きんぞ。でも40代の50代の前の30、40、50じゃないか。ああそうか、もう40になったね。いや時が経つの早いですね。そりゃそうね。だって出会った時何ぼやったっけ。29とかですよ多分。28か9か、ね、俺があの時何ぼや。30、いやね、40言っちゃったっけ。まだ、え、俺あいつからおるんけ。当時から50代だったんじゃないですか。違うじゃろ、俺は何者だよ。俺って年齢差そうやんけ、めちゃめちゃ。いや、あの不老不死的な。あ、不老不死。ええー、ね、不老不死だったら最初からおじちゃんっていう。それも悲しいね。最初からおじちゃん、最後までおじちゃん。まあ、それ悲しいもんがある。青春時代を返せって言われて。今日は夜は夜で食うだけありますよね、多分。あるある。に、だって肉はだって600g ぐらいあるからね、あれ。はいはい、だって量を考えたら絶対食塩量を買いよるけん。もうちょっとちょ自分で、でも自分でお菓子買って入れたりとかしてる。お菓子はね、ちょろっと食べるんで、別腹でね。ベルバラじゃないよ。あれでも、前回はさ、あの、寒かったからまだいっぱい食えたじゃないですか。うん、暑いと食えんよね。暑いときついっすよね。まだまだ大丈夫だな。これがすごい暑かったら、ビール飲んだ時点で、はぁ、食べれんようになるけどね。食べれなくなる、ね。いや、多分、あの、食べる前にまだ酒もう一本なくなってる。うん、ああ。天スラ見たことある？天スラってなんですか？天スラ。転生したらスライムだったっけん。ああ、見てないっす。俺、今、見たいのはあれだけですよ。放課後、堤防、西。釣りのやつね。釣りのやつ。止まってるんかいね。え、お、止まってる。いやいやいや。今アニメで、だいぶ止まってるから、あの辺かなと思って。スーパーカブチアニメが始まるし。来季ぐらいじゃなかったっけ、うん、めっちゃ見たい。あのね、友達も親もおらん女の子が、スーパーカブ出会ってハマってしまうっていう。で、あれなんか、いろいろストーリーあるんだよ、確か。いや、俺も全然知らんす。この間ここで一人でキャンプしとった時、バーッと一人来ちゃって、わざわざキャンプ場をこう視察して。下見です。ここに。うん、でそれも、だから、カノスさんからの動画を見て、で、ここ来てって。で、その時より、やっぱキャンピングカーだったから、はい、すぐ分かったみたいで、おじきの人ですよね、とか、って言われて、握手まで求められてびっくりした、言われ。マジですか？へぇー、すげえ。あの、いや、僕ですね、あの、サダさんのファンなんですよ。それはすごいだ、まあ。俺のファンってどう？すごいですね。一緒に、あの、キャンプとかやりたいって、はい、あれ、今度、サダさんの、本人に確認取れたら、あの、佐田さんのあの、インスタかなんかの。はいはい。俺もあの、どうにか時間作って、あれやりたいんですよ。もう撮影しないやつがやりたいんですよ。何撮影しないやつ？だからあの、そういう風に来てくれる人がいるかもしれないじゃないですか。うん、そういう人とか。あ、撮影なしで。なしで、なしで。うん。じゃあもう大爆笑と思うよ。めちゃめちゃやろう。何言ってもいいですからね。何言ってエロネタだろうが何だろうがもう、言い放題。いや、僕らもだから気を使ってね、やっぱり日頃から。誰が気を使っちゃうんだよ。どこが気を使っちゃうかい。これ本物よ。パチです。あ、ヘリノックスの。これパチノックスって、パチノックスの。パチノックス。パチで本物これ。本物のヘリノックス。これパチノックス。もうどっちが本当か分かんない。これ1万8000円ですよね。これ1万8000円。あ、マジですか、うん、パチノックス。この迷彩柄のやつ1万8000円なんで、ね。これはこれで、すごいいいだっけ。座って。いや、とりあえず買ってみて。ここまであるのがいいよ。おおおみたいな。なんか預けられる感じがします、ね。預けられる。多分それも寝るよね、酔っ払ったら。いやいや、酔っ払ったら寝そうな感じっす。
いるって言ったらいるって言うけど、いやいや、これ買おうと思ってたんや。あれこれ買ったのあげたってことですか？俺かかった、うん、朝買ってくれるの？え、朝買ってきた、うん、今日一、ま、回も開けてもなかったんだけど、佐田さんいるって言ったらいるって言うけど、うん、あげるって言って、うわぁ、うわ、いやいや、これ買おうと思ってた、これずーっと話しようって6000円のなんぼじゃけ、うん、高かったけど、うわぁ、どうしようって、すげえ悩みよって、たらちょうど痩せにしようったってことですか？この間来た時にビノピークス行ったらハイバックのええのがあるよって言うたら、はかっちゃう、でその話聞いちゃって、で家帰ってビジョンピークスのやつが、あれ期間限定値引き4000円引き、安いじゃんとか、ね、で今日すぎるよ半額以下じゃんとかね、とりあえず1個買ってみようとかで、俺あのっていうか、うん、あれ買いましたんで、あコット買ってるね、はい、いや今日持ってこようかなと思ったけど、佐田さんに言ったら、あ、ええじゃろうとかって言うけ、試してみるとかって持ってき、持ってきて、買うって言うじゃんか、絶対持ってくると思うよ。いや、ブラウン、いや、かぶらんでよかったなと思って、俺ブラウンだったけ、かぶってるな、多分寝心地はええけんね、これ。いや、さっき座ったらめっちゃよかった。でも、貼るの大変じゃなかった？パンパンで、パンパンでしたね、なんか最初怖い、あの最初だけ壊れるかっていうぐらい、うん、な何のたあのあれでもそう、最初硬い硬い食い込みそうだなと思って、それが怖かったですけど、パチッてやるときにあの指挟みそうでね、あでこの辺で黒になるんだよね初めてだけ血が出るかもしれない、おいだね変態、生娘だから、生娘、生娘、生娘言うな、生娘って言うな、誰そんなこと言うの、生娘って、ね、ちょっとなんかそっちの方がいやらしく聞こえる、生娘って。いや俺そんなこと言ってない、そのいやらしい意味では言ってない、生娘って言ったっけ俺俺がさっき言うたんでしょ、そうですあすごい、あすごい、あすごい、椅子持っておいでよ、椅子持ってきてください、はい、ちょっとあとイカだけ、おお、イカもまだあるんだ、すげえ、いただきます、うん、はい、いただきます、はい、これあの某の居酒屋あれですよ、あの男だったら絶対添えられてないレモンが、ああ音がそのまんまや、そのまんまっすね、絶対こんだけ開放的に飲んだのすげえ久しぶりですよ、多分3ヶ月ぶりぐらい、だって自粛の時家から全然だったよね、全然出なかった、きっちりだったもんね、はい、2ヶ月半ぐらいですか、うん、ずっと家の中で撮影してたから、まあしんどかったっすもん、そりゃそうよね、ネタも大変だろうしね、最近だから料理系の YouTube ばっかりずーっと大食いとかね、いろいろこうずーっと見合って、うん、自分で料理作って大食い、で量が半端ないんで4キロとか5キロ平気で作って食べるんですよ、だからそう、燃えあずみたいな、燃えあずは美味しそうに食いますよね、そう、あの子はいいわ、うん、てか俺あのおじキャンに出てから一気に登録者数がっていうか、あのインスタ増えたもん、あそうだ、あれ公開するやつやってないんですわ、アカウント、何なんかインスタの、誰の、俺の、はい佐田さん、うん、福さん、あやってもいいよ、別にインスタやってるけどあんまり上げてないんでしたっけ、うん、俺ほとんど上げてないもん、インスタ、俺がインスタちょこ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 、うん、上げる系、いや別に上げてもいいよ、ね、家に帰ってから、いやリアルで上げたらだけと思って、家帰ってから上げようと思ったらそのまま忘れてるっていうのもあって、2ヶ月半ぐらいキャンプ系やってなかったけど、やっぱりおじきが早くやってくれっていう人が結構いましたからね、そうなんね、いやマジいましたよ、物好きな人がいるよねまあでもおじキャン見よったらなぜかしら俺ばっかり喋るよなってよう思うよね、あなんかえらい俺喋ってるみたいな、多分僕喋ってないですもん、はだってカットされるところばっかりじゃん、基本それは変なこと言うからだよ熱だんだん変わってましたね、なんだこれ、あれがでもそっち行った方がいいんだよ、いや俺もこっち行こう、冬と日の沈む場所が変わるけ、いや変わりましたね、いや俺もその感じでやってるからダメだった、冬はあっちに沈みよったけどこっち来ちょるけ暑いってことね、いやいい感じにこのソーシャルディスタンスが取れてるけど、ああ今ね、うん、あ2メートル離れんじゃけない1、2、3、たくさんブッシュマンかお前はコーラの瓶で3以上数えられるの、ブッシュ、ブッシュはもう30代以上じゃないと分かんないですからね、これ。いや、30代でもやばいだよ。40代か。30代は分かんないだろ。俺、小学校。だろ確か小、俺、小学校ぐらいだよ。昔はなんか、そんなの何でもありでしたもんね。あの、題材というか、うん。今やったら怒られそうなやつ。まあ、いろいろ言われるよね。叩かれるよね。言わなくても叩かれるしね。うん、怖いね。この YouTube とかでも変な発言したらなんか大炎上しそうだもんね。そうですね。俺なんか変なこと言ってないよ、でも。いや佐藤さんいつもだけあんまり関係ない、やかましいわあ
佐藤さんが放送禁止用語かもしれんけど、僕がずっとピーッ。いや、ちょっとここまで追い事件伸びてないから。さすが立役者。誰が立役者？元で立て立たないかもしれんけど。そっちは無理やけど。そんなところカミングアウトしてほしくない。また始まったよ。始まりましたね。そんなところカミングアウトしてほしくない。今何時ですか？もう夕方ですか？まだ4時になってない。4時になってない。ちょっとホッケいただきました。はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ。貴様らは何ぞやって言わね。答えられるか知らない。そういうの答えろよ。ヘルシー見てないのか。見たけど覚えてない、ま、見たけど覚えてない。ああ、そうか。あんまりこうよく覚えてない。ヘルシーは最後覚えてないんですよね。ああ、最後ね、あんまり印象に残らんかもしれない。なんかアーカードがすげえ暴走するっていうか、次あのイギリスを地獄にしたじゃないですか。でそっからどうなったんだろうってあんまり覚えてないですよね。あ、そうなんだ。まあアンデルセン神父は印象強いからね。あれかっこよかった。あとはあれですよ、あの準主役みたいな女の子がいるじゃないですか。うん、フケー、フケーなんだ。あ、フケーさん、フケーさんが途中覚醒するじゃないですか。うん、傭兵みたいなやつが全滅するでしょ。うん、あのシーンが良かった。ああ、俺なんかたまにあのうちの奥さんと一緒にアニメ見たりとかするんですけど、この間つぶやいちゃったのがかわいそうだった。いや、俺だけふふって笑う時があるんですよ。すげえ笑いたいんですけど、なんか笑えないっていう。この間なんだっけ、ミクルちゃんが分かってなかったとかってつぶやいてなかったっけ。ミクルちゃんがフィギュアで出てて、それがあ、ミクルちゃんだってつぶやいた瞬間に奥さんからすごい目で見られた。この間それツイートつぶやいちゃったのみたいな。そうなんですよ。ハルヒだろ、ミクルちゃんって。ごめん、思わず俺なんかのフィギュアで釣りをするっていう人がいたんですよ。で、まあいろんなフィギュアでやるんですけど、なぜか朝日奈未来のフィギュアで、あの確かバニーガールバージョンで、あの文化祭バージョン、あれでやってたんですよ。まあそれ見たから、お、朝日奈未来じゃんって言ったら、なんかすっごい目で見られた。もうゴミを見るような。それはすごい。ゴミを見る。どこの奥さんも一緒なんじゃない。いや、そんななんかやましいあれではないじゃないですか、そんなの。まあ ね。ああ、よかった、俺奥さんおらんで。うん、バイク。影に。影って言ったらちょっとこっちを飲んでおりますね。焼肉はね、食べる。すみません、遅くなりまして。乾杯。一人を満喫しておりました。乾杯、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。楽しそうな笑い声が聞こえておりました。あ、これが変態だっけ、しょうがないな。そんな下品な笑い声なんて。オフィネルって、その長さ的にはどれぐらいがやっぱ一番いいですか？多分ね、これは短すぎると思う。これ8なんですけど、多分10が使います。これが多分ちょうどいい。それは10なんです。これ10回の。ちょっと見せてもらっていいですか？うん、なんか多分野菜切ったらよくわかるんですけど、その長さ、それ以上長かったらちょっと、ああでもええかもしれない。それって長くても、それはやっぱり野菜だけですか？その薪をこうコンコンって。あ、それはやったらバトニングはしない方がいい。あれは歯当たりがもっと厚くって、なるほど。あれはオピネルじゃなくて、モーラとかあっちの方がいい。ああ、別の方がいいんですね。まあね、オピネルはかっこいいけど、本人がね、そんなにそんなことないですよ。こっち多分厚さが全然違うんですよね。ほんと、これすごくないですか？あ、だからそのぐらい厚みがないと巻き割ったら、え、そうなんですね。嬉しいですよね。斧か、このなんて言うんです？モーラナイフというんです、なんか、なんて言うんです、うん、そういうのどっちかが欲しくって、別にその何、ここ、何、バトニングするわけじゃないの？フェザースティックとか。そう、作るわけではないんですけど、なんか大きい時あるじゃないですか、買った時。あれが大きい時にちょっと、切りたいなとかって思うときに、あとなんか巻き割り台を作ってる人がいて、その人言うにはやっぱナタが一番いいよとは言ってました、ね。ナタが一番いい。本当にナタがいい。ナタってどうなんでしたっけ？厚みがこのぐらいあるこの刃物みたいな。ああ、大きいやつです。うん、ありがとうございます。ナタにかなうもないと思うよ。モーラナイフみたいなとかよりもナタ買った方がいい。安いし。もうその巻き割り限定にするんだなっていうことですよね。1個でもいいんじゃないかな、フェザースティックがいけるっていうんですよ。このぐらいだったら、これぐらいでも刃があったらそんな、これ確か 4,5 銭ぐらいだったから、うん、へえ、これぐらいだったら、で厚みもあるし、研いでもそう、ね、ずっと研いでいっても、うん、全然大丈夫だろうし。今日1本だけでいいんで、ちょっとコンコンって いいやっていいんですか？はい、これでいつもぶったたいて、ええ、ちょっと待ってください、これどういうことです？これ叩く用の、はい、なんか前巻き割り台と一緒に、これでも握りやすでしょ。そうそう、前これもらって
あの巻き割りやりましょうよって言われて、はい、あ、じゃあやりますって。これやってきた中でこういう風になってきた。あ、そうそうですそうです。これ根性注入棒とかって。根性注入。その取っ手がいいですよね、皮って。あ、これ。みんなね、あのセリアのそのまま使ってる方が多いけど、いろいろ分かり違いますよね。あとね、ダイソーでダイソー持ってきたんですけど、これダイソーですよ。ダイソー。300円。え、ダイソーそんな売ってました？あるよ。300円で、あの、面白いのがこれランタンじゃないですか。今違うんですよ。新しいバージョンなんですよ。これ？この炎バージョン。あ、違うんじゃん。変わったんですよ。あ、すげえ。これ何？これでも引き出せるじゃん。引き出せます。え、引き出せるけど、引き出したらすっげえ明るいんですよ。ああ。すごいね。そうなんですよ。ネオンみたいです。だからちょっとだけしか多分できないんですけど。ちょっとだけよ。ちょっとだけよ。あんたも好きね。それは。今言ったイムジン島でっていうふうな、確かあったんだけど、いや見てないから何ともごめんなさい。なんかそういうのがあるっていうのはセブンシーズって名前だった。セブンシーズっていうのを何かで見て、最近ミステリで泣かれっていうのがもう一つあるんですよ。今続いてるのが、それが面白いんですよ。お探しに俺結構花と夢の、まあれが好きやね。出版の中あれが雑誌。花と夢、あ、うん、面白いですよね。戦車、ね。愛とマクトじゃない。じゃないや。古すぎる。なんか塩を塗りたくてやるやつ。すごい古すぎる。古い。その漫画はジャンル関係なしに面白いもん面白いんですよね。面白いですよね。でも俺ワンピースとかあの辺見んのよね。あ、ワンピース終わってないからなんかちょっと見ようと思わないです。ワンピース俺途中でやめました、ね。ヤー島っていうのあんまり好きだよね。ドラゴンボールとかもあんまり好きじゃないんで、ね。ヤー島って言ってないですけど、ね。まあ言ってないけどそれ近いだろ。私も7巻ぐらいでやめましたね。ジョジョも見たことないし、ね。あ、ジョジョ面白かったですよ。面白かった？はい。ジョジョ4部、4部、4部を読まないと。ジョジョは面白い。ジョジョは多分面白いと思う。うん、ただ絵が嫌いっていう人がいます。女子の中、女性の中では女子って言ったけど。いや、ジョジョは絶対面白いです。面白いですよ。あれ面白いと思う。うん。沢田さん、で多分あの南部が一番好きとかっていうの絶対あの論争になりますから。どこかがハマるかもしれん。だ一部から見出してうんーってなるかもしれんけど、例えばそれが2部ね、例えば2部っていうわけで3部とか4部ぐらいになった時にコロッと変わるかもしれんから、あの辺はね、そういうこと、うん、映画で言ったらバックトゥザフューチャーはまだ見てないっていうぐらい羨ましいですよ。読んだことないっていうのは。そういうこと。ワクワクが止まらないです。うん、何見てるんですか。逆にどういうのがおすすめとか。漫画で。最近見るのほぼ異世界もんじゃね。異世界もの？君に届けはもう全巻持ってたっけ。じゃないです。何でした？少女が君に届け。君に届けって。あ、面白かったですよね。君に届け面白いですよね。サマーサマコ可愛いよ、ね。途中でコミック止まったんだ俺。いや俺見てない。いや見ないですよ少女漫画だから。君に届け DVD 貸そうか。DVD はもっとすごいよ。でもあれは君に届けはうちの奥さんになんかサラさんが面白いって言ってたよっつって全部見させたんですよ。うん。漫画。そっからしばらくアニメ見てましたもんね。アニメ君に届け。アニメ化出てますもんね。あれサマコの声が。のとまみこだからええんよあれ。わかんねえ。私もアニメ見てないんでわかんないです。アニメ見て、涙出る。その演技がいいってことですか。へ、声がいい。ハマりだね。のとまみこ。声がだけあれよ。地獄少女の声。地獄少女の声が。でもね、見ちょっと飽きんよ、君に届けよ。あ、マジですか。うん、名前がサワコなんだけど、名前がサダコみたいな、サダコみたいな、爽やかな子供っていう名前でサダコなんだけど、暗いからサダコになっちゃうよね。髪が長くてパッツンでってんで、サダコっていう名前になって、あだ名がサダコっていう風になってるっていう。サダコって言ったら 俺もあの牛音トラの、あー懐かしい、そっちか、そっちか、キリオの、キリオのお母さん、いやサダコでしたよね確か、いや大好きでした。そっちか、あれは少年サンデーやった。牛音トラ出ますか。藤田私カラクリサーカスとかも大好きでした。ああ、うん、寄生獣とか見たことあるんですか。あ、ありますあります。あれの7つの国だったっけ。七夕の国。あ、七夕の国、はい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 、あれ面白かったです。あ、七夕の国は面白かった。俺7つの大罪とか好きなんですよ。寄生獣よりそっちの方が面白いですよね。いや、俺もあっちの方が面白かったんですよ、ね、うん。俺あのピアノの森っていう漫画があるんですけど、 あれがもうあの最後めっちゃ泣けるんですよ。あれ泣きますよね。泣く。あれはもう名作だなと思って。4月は君の嘘。君の嘘。あの辺も好きだったけどな、うん。初めてその完結したってのが分かって、全部借りて、1から、もう完結してるんだあれ。はい、1から読んで27巻ぐらい出てるんですけど、もう最後がやばいっすね、あれは。もう、あの、コンクール出て、とか。で、最後あれのためにコンサートを2人で開く。へぇー。はい、
結構でも最近異世界もんのアニメすごい多いけあれ面白いっちゃでもね異世界もんって俺正直食わず嫌いっていうか読まず嫌いだったんですよ最近デビューアズなんだあれは中心だったからいやあのいや2人好きだったって言いよったような気がしたなと思っていや俺は大好きなんですけどって言ったからあの確か俺まだ見たことないから俺は1話しか見たことないあれうん俺結構グルメ系が好きなんですよやっぱりあでグルメ系であの異世界居酒屋ノブっていうあれ面白い、ね、あれめっちゃ面白いですよねあれ面白いノブでそっから異世界ものを漫画とかも見るようになって確かに異世界ものは面白いなと思います、ね、LINE やってるんですか やるよ LINE してないことない今いないですよ LINE がメインじゃないですか、70代の母でさえしてますメッセージ、いやだから俺電話番号も多分知らないですもんよしこの前教えてもらったやんけえそうそうでしたねあそれも多分忘れてますまたちょっと問題が発生えマジで俺知ってましたねいやこの間確か川さん買ったっけいやつかそもそも電話したことないっすよねないね電話したことはないけどでも電話番号は交わしたいやないっすないっすある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 電話番号なんてマジっすか久しぶりだもんこれだろ県外だあそれですなぜ君が知らないマジっすかあここでかけても繋がらんのよねじゃあ登録しとくのやめとこっつっておい多分多分そうやねブロックしたらいいんですよね多分そうだね言ってみいい感じの人だよねと思って広角レンズがついたちょっと広角レンズでおじさんを撮りますないやそれいやでもだいぶ変わるんですよこれやったら本当じゃ範囲が広がるね本当だねねえ、うん、寒くなってくるね涼しくなったきないやこれやっぱ日が暮れたら寒いわあでも楽しいな焼肉焼いても肉焼くなない家焼くなあと焼肉焼いても肉焼くなって何焼くんかなんか最近ガスとかばっかり使ってるからなんか薪を使うとか炭を使うとかってあんまりやってないもんなだんだんめんどくさくなって俺も炭使うことがほぼないっすもんそのキャプスターはいいよねねえこれは燃焼効率いいっすよ私も預かってるさんちょっと借りてもいいですか缶缶一回あどうぞどうぞこれがみんながやってる楽しいってやつバトリング、うん、その音は要乾燥してる音やあ、そうなんですね、うん、サダさん叩いたらあんまりあの音がせんけ乾燥してないんですか多分あのスカスカすぎて、うん、思った以上に思いっきり叩いても大丈夫ですねあ、うん、はい一回焚き火台をあ、うん、ベルマン取ってないですまだはい、もう一回出す取ってもいいですかチタンっていうだけであの衝動がしたんだいやこの間あのハックルベリーさんってこちらお見えになったじゃないですか あそこに行った時に軽いなあそこであいいのがありますよとかっていやご存知ないですかとかって見た瞬間に、うん、見た瞬間にそのままくださいって言ったのがそうですいや安かったもんだってあのピコグリルより安いんですよそうです、いいねもうあれより安いもんだってこれはなんだこれ新しいやつなんですよ焚き火台これステンこれステンですよだからちょっと重たいんですけど1個あるといいですねちょっと待って斧持ってこようあへえ斧も使ってみたいおうノーってはいどうぞいやいやカットこれがでロストルを置いてカットはカノこれをつけるこんな感じでこれを先にこれを先にしましょう面白くないカット、うんこの形かそうでございますでもないこの形でございます、うん、でこれを乗せる片付けたら戻ってきます乗せますあそう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 それおでこうだそうこんな感じですねいいねかっこいいなこれちょっと一回試しに乗っけてもいいですかこれ乗っけてみてくださいあ本当だすごいこの網はなってんの本当ですねこれが普通のピコグリルについてるやつなんですよこの串みたいなあこれがはいへこういう風にやるってことですよねらしいですよあーなるほどいやすごくないですだから一応動かないようになってるってことですねへえ。へーいいですねそうかなぜ俺はこれを買ってしまったんだあ寒いもう一枚長着よマジっすか俺普通に暑いんですけどこんな俺寒いんだけどあ、でも日が暮れたね。涼しくなったな涼しいっすよねいや寒いっす寒いって言ってるんですよサダさんの逆よりは寒いよねあ、大丈夫そういや
コンビニに行くって言って、いや、あれはね、もう終わりました。諦めた、はい、諦めた。そして買わなくてよかったです。あ、もう買うのが外れちゃった。外れてました。あ、はい、あ、じゃあ今日は買うなってことやったんだ、多分。そうですね、多分ね。ちょっとじゃあ行きます。あ、なんかうまそうだな、よう使っとるな。いや、多分美味しいと思うんですけどね、うん。あれ、タレつけた？ん？タレつけた？10インチぐらいか、スキャプスターだから10じゃね、これ、うん。佐藤さんのが10インチぐらいだけ。わいったな。集めて。合わせてじゃない。もっと変にしましょうって。クルッパクルッパ。引け台。あそこにある。うん。この隅がある。これ。これ色はいいっすよね。4回ぐらい塗りました。あ、そんなに重ね塗り。この中にメスティンが入ってる。はい、今からタコ飯です。そのうちタコさん、あの、タコですって言ってくれますそれ誰も今最近わからないな。タコ八郎だろうよタコですって多分言ってくれると思ったんだけど。40代以上限定です。40代以上限定で。わかる、タコ八郎。あの、俺東京住んでたんですけど、その住んでるところの近くに伊賀八郎さんがいたんですよ。伊賀八郎って。なるほど。はい。ああ。それで、あの、ちょっと知ってます。あ、なるほど。はい。ついた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 。すごい。着火剤なしですよ。体動かした方が、うん。今日初。あ、ウォーキングした方がいい。すごいな。着火剤なし。巻きが良かったっていう。あの台初めて見るの、佐藤さん。ユニセレだでもないし、あれ知らねえな。あの、一発で開くやつです。うん。やっぱこの変態なお父さん、やっぱりね、やっぱり人のことばあ、いや、また買ってからとかって言いながら自分も買ってるからね。いやー、あ、そういえばつけるって言ってませんでした。つけた。誰が？君につけ、つけらしたんじゃないですか。何の話？君だけに、ん？ああ、ああ。三味一体じゃん。あれ？三味一体、あれ違ったの、少女隊か。どこ行った？台がない。台の大冒険、うん、違うね。最近なんかアニメ化されるんでしょ、あれ。あ、そうなんだ。ちゃんとボケでも拾うんだよな、怖いよな誰かが拾いますね。いつも放置されるからねお家でですか？いや、お家はね、会話にならんけほぼ一人だけ誰がこんなおっさんと話するかそれどれぐらい持つんです？結構持つよ。4時間か5時間くらい確かに。結構長いはず。いや、もっと持つ。あ、マジですか、うん、そんなにいらないですもんね、夜の時間。そうそう、これちょっと火、火火力落としときゃ結構もっと持ちますよね、寝るまで持ったり、うん。何？チタンはいらねえよね、アルコールスト、アルスト。アルストでチタンだろうか何だろうか一緒よね、あれ。だけどステンレスか。アルスト使います？結局。いや、うまいことできてりゃいいんですけどね。とりあえず誰か毒味じゃあこんな感じでタンドリーチキンができましたので、みんなに食べてもらいましょう。おお、さあいただきます。いただきます。いやー、うまそう。熱っ。これがあるけど、もう楽しみにしてためっちゃうまいです。あ、マジですか？めっちゃうまいですよね、うん、ちゃんと火が入って美味しい美味しい、うん、ああ、よかった。いや、すごい美味しい。無限チキンです。無限チキン、うん、無限チキン。無限ホールやらんでへんかい。無限ホールス前やりましたねあれはでもうまかった、うん、これキムチ1個そっちいい、うん、いいよ、1個2個分けたら食わんかもしれない、うん、じゃあ1個置いとこう。そんな無駄なことしちゃダメよ。無駄無駄無駄。いただきます。いただきます、夜の部開始。あー、やっぱ氷で割るとうめえべ。いや、このチキンがマジで無限。いや、よかった。チキン、マジ俺飲み切りそう酒、うん、やべ。マジか。俺今日こんなに飲むつもり。日本酒がある、ね、日本酒がまだあったんだ。そうだ、あとワインが1本ある。ああ、俺もこんなにうまくなると思った。あ、よかったよかった。この辛さとがええね。ね、柔らかさとね。いや、あの、もうまだ脂があるからパサパサになってないし、このしっとり感がちょうどいいぐらい。ああ、よかった、うん、すごい。みんなの食レポがさすが、さすがおじきゃんです。いや、美味しい、本当に美味しい。これはね、お酒進むね、これ、うん、進むでしょ、うん、これさっきの無限チキンだね、うん、そうですよ。だからね、自分のお酒が足りないことに気づくんですよ初めてこの量作りましたからね。うん、これは当たり。ああ、よかった。美味しい美味しい。これはやっぱりダッチオーブンで作って上から熱することが必要なんですかね。多分、あの、うん、結構液体に浸ってるから上からもやった方が多分いいと思うんですよね、うん、なるほどね。
家でやるとき絶対オーブンでやってたんで。ああ、じゃあオーブンは上下だもんね。そうなんですよ。まあ家でも上下がありますしね。問題よ。普段子ですから。普段子ですから。草と男子ですから。普段子って言葉ってあるんかい。聞いたことで不女子って言う。不女子があります。男子の場合はもうオタクになるよね。うん。不女子は結局あれでしょ、ボーイズラブが好きってことでしょ、うん、ではないんです。大体それが腐ってるっていうね、うん、そうですよね。俺らの時は山梨落ちなし意味なしでって言ってたからね。なんです、なんです、山梨、山梨落ちなし意味なしで八百屋って言ってたから。あ、それで八百屋なんですか。うん、山梨落ちなし意味なしで。ちょっと炭用じゃって新品よ、それダイソン。ダイソンだ。ダイソンじゃない、ダイソンね。ただ一つ吸引力が変わらないやつ。地味にボケる途中。吸引力の変わらないバキュームってやつよ。みんながぼかしてる中でこれフィーだわ。わよね、あんた暗くなってるからって人のせいにせんでください。自分で自虐で言うのやつ。どのくらい喋るか追っつけてみようか。おっとおっと。だ誰のね、昨日が満月でしたっけ。昨日満月、星もだけど流れ星、ここのお父さん5回ぐらい見て、俺3回ぐらい見たんだけど一人も見れなかった人もいるし。え、本当です。池田屋酒店の社長がね、はい、YouTube でちょっとこの酒を宣伝と宣伝してもらえばありがたいが、池田屋酒店、池田屋酒店、自分で田んぼでね、米をね、酒米を作ってね、すごい、これで、いやいや、豊富の方らしい。これでこれを、まあちょっと、あ、いただいてもいいですか。皆さんで、あのあれ、あ、すみません、ありがとうございます。これ何、いただきました。池田屋さんの、なぜそれ、池田屋さんの、これ、これはね、何が何かわからん、自分がこの4月で1周年を迎えることができる。こっちがやらないけんのに。いやいや、うわー、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、ちょびっとやけど、ね、すいません。さっきからこの2人酒がもうない、酒がないっていう。いやいや、椅子どうしましょうか。いや、持ってく、一緒にやりましょう。いい名前じゃない、雪風って。へぇ、かっけぇ、山梨式じゃん、これは。でも純米吟醸よ。へぇ、すごいね、これちょっと冷えちゃうし、なんかペロって飲んだらめちゃめちゃ、コップ。じゃあカネさん、お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。乾杯。今あれですよね、値段が変わったっていうことで、ここのまずあの宿泊が1000円から1200円に、で小学生が200円、あ、200円な。でデイは変わらないんですか。小学生、いやデイキャンプ、デイキャンプ、デイキャンプ、あの500円が600円。ああ、なるほど。あ、大人がね。その場合は、小学生は200円。200円。ああ、なるほど。泊まりも200円。なるほど。いや、そう。まあ、そういうふうにして、やらせていただいて。酒早い、今日の。いや、いいと思います。少しでも、あの、あれせんとね、なかなかね。さっき、佐藤さんが、あ、それか。もう一本あるはず。これ、串かと思った。いただきます。ああ、どうぞどうぞ。ちょっと辛いかもしれないですけど。あ、結構美味しかったですよね。すごい美味しかった。おお。焦げた肉粉で焼きなさいや。あれ、肉そんだけ全部つけて、もう終わり。マジか、これはうまい。つけたらあ、うまいですか。あ、これだけ、これだけ、あれがあるけ、ダッチオーブンで、あの、ダッチオーブンで焼かせていただきました。いやいやいや、今回あの、カリンさんに借りましたからね、ダッチオーブンを。いやいや、あ、そうなんですね。はい、あの、葉っぱ、葉っぱ、ゲリ、葉っぱ64。それは、かけだ。全然わからんかったです。俺もわからんかった。答えれる俺ってすごいんかい。ちゃんと出ましたね、今。なんかやっぱ通じ合ってますよね。すげえ。そこのそこで通じ合ってます。で、底辺で通じ合ってる。底辺ごめんなさい。いや、それよ。ごめんなさい、失礼なこと。俺は面白かった、今。ごめんなさい、失礼なこと。こけぬ、こけぬ。ちょっと、面白い。ちょっと、かわすよ、これ。いや、今の面白かった。ごめんなさい。皆さんどうも本当ありがとうございます。無事一周年、これでもらおう。ああ、ありがとうございます。おめでとうございます。コラボなかったらね、絶対なんかやりたかったんだけどね。だって前の時に話してたね、1周年でなんかやりたいねって言ってたら、コロナでコロナになっちゃって。いただきます。いただきます。もう一本開いたけ。あ、本当ですね、ちょっと甘いですね。甘いけど飲みやすい。ちょっと辛口か。甘くない？甘くないよ。俺なんか初めて。辛口ですかこれ。いや、これなんか甘い感じが。甘い感じがして。ちょっと辛くない？ちょっと辛いかな。
コロナで自粛しとる時ってそんなキャンプ道具とか買ってるやんか。6万5、6万ぐらいしか使ってない。同じです、私も5、6万、ね、俺5、6品は買ったけど5、6万は使ってないですね。俺買ってたらカメラ用品だけだっけね。ああ、そっか、あのレンズ、ね、の先っちょつけるやつ。5、6万って何買ったの。私ガンガンに買いました、いろいろ。俺ペグで1万、服も買いましたし、キャンプ用に。あ、これ今回は違いますけど、もうちょっと 夏用になったらもっと派手なのを着ようかなと思って買ったし、2着買ったりとか。ドレスで来る。ドレスじゃないでしょ、ワンピース。キラキラの、キラキラの、うん、ワンピース次です。もうみんな清掃してくれとか、なんか清掃って合わせに外のバナーセットだったりとか。飛び寄るホタル。マジですか。おお、本当だ。あ、飛んでるホタル見えた。あっという間いいね、そりゃ。1年はあっという間。あっという間。お三方で早いのはカノチさんですか。ここの、いやいやいや、このお父さんじゃないかな。いや、サダさんですか。いや、サダさんですよ。で、俺はコメントで、あの、小鳥の森がありますよっていうのを聞いてて行きたいなと思ってた。俺は行ってないけど、あるよって言うただけよ。夏ぐらいに来た時って初めて来た。俺来たら9月の終わりか。じゃあ、あの時じゃあみんな初めてだ、うん、いやいや、去年の夏が初めて。そうそう、ですよね、確か。あ、そうか、ね、あんまり来てないと思う。夏来てない、1年なのにみんな覚えてないですね。俺去年は言ったんだよ。まだもう。だけ俺は人から聞いて、物忘れが激しいから。一番初めに聞こえ聞いたの。キャンピングカーに。俺9月、9月の終わり。俺のとこで、俺のキャンプぐらいかな。ねえ、キャンピングカーで来るようなとこじゃねえのになと思って。俺のとこはそんなもんねえ、大したあれじゃないのになと思って思ったけど、ちょっと自慢、俺も自慢になったよね、あれでね。今もう火力が落ちてるけ、ちょうどいいぐらい。ちょうどいいぐらいかもしれない。もうサダさんぐらいに火力が落ちてる。なんで俺が出てくるんかい。油がいい感じ。油がいい感じでもう落ちて。一番いいですよね。金盗んでじゃん。金盗んで。それは言わない約束でしょ。それは言わない約束でしょ。今日は出んで。今日の出は結構遅いでしょ。遅いんでしょ。うん、でも今からでしょ。今から。月の出が20時33分だからもう、まあ、まだまだ。もうちょっとか。20時33分ならあと10分ぐらい。あと水平線で20時33分だから、ここはもっと高いから、もっと。そういうことですか。そういうふうに計算しないと。うん。俺は一眼カメラ欲しいんですよね。あれ、テイタさん方がいいと思うよ。一眼レンズ。ますよね、沼にはまるよ。カメラはいいんだけど、レンズの沼にはまる系。いや、そうっすよね。やれるようになったら動画も撮れるから、レンズがとかってなると。いや、これがあの夜あんまり撮れないんですよ、アルファ7買った方がいい。ああ、高いアルファ7って何ですか。アルファシリーズです、うん、アルファシリーズ。俺も UFO 大好きなんで、あの月をね、見たいんですよ、ずっと。あ、定点で。だったらあの赤道儀買った方がいいね、ずっと追尾してくれる。ああ、見えるぞ月の裏側がとか。いや、見えたらおかしいじゃん、それ好きな時点に。だから焼くのはいいけど、ひっくり返せていいよね。私もすいません、すいませんでした。もう好きかって言うからね、もう大変だよね。今日の帽子はあれだね、なんかあのこれイスラム帽っていう帽子だっけ。イスラム帽いう帽子から、うん、しまった、じゃあ同じようなの持ってくればよかった。あ、ニコイチで双子コーデで次からお願いします。双子コーデねえ、双子コーデです。やだ俺。なんで拒否った。いや、拒否った。かぶったって言われるのやだ。決めって言われそうなの。なんかあれですよね、お互いかぶると嫌いますよね。基本この人が持ってたらって多いもんね。だから同じも基本持たないようにしてるから。だからギアが倍増ですよね。するね。これ年末のクリスマスツリーがまだあるのは嬉しいですね。ね、あれでもいいよね、ずっと。あ、ソーラーだからもうただだから。そうです、そのままですもんね、うん、前あの息子とやった時はあそこでやらせてもらったんですね、昨日下ぐらい。今日もちょっとお仕事行ってくるかなって言ったら、あのラジコンのおじちゃんとこ行くんかって言います。ラジコンのおじちゃん、あのラジコンがあるんですよ、あのなんか子供が遊ぶようなやつですよね。覚えてる。来たがるだろうね。でもまあ来たがってましたけどね。なんかあの東洋美人が美味しいっていう話を聞いたんですよ。東洋美人は、ね、美味しいよ。東洋美人うまいよ。じゃあ飲みましょう、東洋美人を。なんかさっき聞いた話だと、プーチン大統領も飲んだっていう。長門でね。長門で、うん。じゃあちょっとこの東洋美人をいただきます。手に入らんかですね、プーチンが飲んだと。お借りします、この東洋美人ね。
入れてきます。渡してんのかい。もう手が手が、まあまあ、もう私にって私に図鑑会みたいな。なるほど。お待たせしました。お待たせしました。すいません、お待たせしまして。はい、ありがとうございます。いただきます。こういう女子がいいよね。そうですね。あ、うまっ。うまっ。これ何開けたの？言いました？東洋美人。あ、東洋美人。これもらってください、これ、うん、ここに。あ、うまい。おちょこ来てますよ。これはうまいよ。これはうまい。おちょこ来てますよ。はい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 。来てます、来てます。来てます、来てます。来てます、来てます。別のうまさがある。この香りがいいよね、東洋美人、うん。いいですね。あ、脱菜もそうだけど、要はあ、そうそう。そう。脱菜、そうですね。鼻炎だからわかんないけど。おい。いや、でもなんかこの抜ける感じはあります。うんうん、お店の作り方を教えてもらわないけど、ね、美味しそうっすね。そんなに確か面倒くさくなかったと思う。あ、そうです、そうです。どうやって作った？本当に酒と醤油とみりん1、1、1、1、大さじ1ぐらい、うん、だけど大してそんな手間かからない。です、です。あ、ネギがいい。いや、美味しいかどうかちょっと待ってください。まずい、もう一杯ってやらない。これ言うたら一生口聞いてもらえるので、ね、皆さん分のあるか。あります、あります。ちゃんといろいろなものが食べられると楽しいね。あ、まあね。いや、もっと作る人がおるからあれすごいよね。うん、あ、俺料理ダメだもんな。多分今からカヌチさんのタンドリー第2弾が、うん、第2弾があったかいのか。もうちょっと早かったらもっとあったかかった。だいぶ冷めてますね。美味しい、美味しい、美味しい。すみません。いや、うまうまい。天ぷらから言うていろいろデパートが広いから、うん、いや、うまいの。こったこめちゃうまいっすね。美味しい。コメントとか。じゃあ次は長文鏡いただきます。さあ、全部開けんにゃん。うめぇ。全部開けてみましょう。いや、多分明日のうーとか言わない。じゃあもう一日休むか。多分もう焼けてると思う。焼けてる、焼けてる、焼けてる。出ました。あ、ちょうどいいぐらいじゃない、多分、うん、これすごいいいと思うよ。これがめっちゃうまい。美味しいですよ。熱いかもしれないですよ。大丈夫。あ、こう、あ、こう。ちょっとつけさせて、うん、よし。でも私お酒がもうない。いや、今1個日本酒が開いた。あ、やっぱ寒いね。寒いですよね。何、抱きしめちゃろうか。お願いします。私は暑い、暑い、暑い、私は暑いです。これ半袖です。半袖じゃね。どんな罰ゲームなんですか。うまっ。今日はタンドリー大当たりじゃない。ほんとに。あ、よかった。まあ、ここのキャンプ場は県内の方限定で今やるようですから。そうですね、うん、で、なおかつ山口県っていうのはずっともう1ヶ月ぐらい増えてないですもんね。あ、寒い。寒い。あと日本酒が一杯ありますからね。あ、そうか、本当だ。俺日本酒飲んでから出ようかな。いや、でも今日でもワイン結局、いや、開けられないよ、こんだけ開いたら。開いてなかったっす、ね、開けたら多分大変なことになるね、多分みんな。あの水圏どころじゃないね。ういーとか言って熱い声が聞こえるから。いや、これも あれっすよ、自分で買ったんだったら飲まないですけど、うん、やっぱもらったっつったらやっぱ飲まないと。まあ、1本、ノルマがあるよ、もう1本。いや、ちょっと飲みます。いや、マジか、これ飲むんかい。これ、もらいますよ。いや、ぬくい、やっぱりこれあると。あったかいっすね。全然違う。なんか、1枚これあった方がいいのかな。何が？いや、半袖で寒い。さあ、ほらそう。寝袋以外では一緒やけどね。俺、今日薄手の寝袋持ってきたんですよ。寝袋も2つ持ってると、薄いやつと厚い、もう中ぐらいのを持ってると、うん、どっちかで逃げられるから。俺、いまだに白銀回路持ってるけど大丈夫よ。マジっすか。い寒いのは我慢できない。暑いのは脱げばいいんだけど。暑いのは脱げばいいけど、寒いのは無理。寒いのはほんま我慢できんですね、あれ。ストーブは下ろしても、あの辺は乗せちゃう、うん、場所取らないでしょ。そうっすね、小さいけ、このぐらいのもんだけどね。寒くて寝れないとかね、何回かやるとね、絶対準備するよね。ね、過剰に荷物持ってくるよね。あ、寒いのはやっぱり絶対我慢できんね。我慢できないですね。我慢できないから寝れないですもんね。キャンプ行って寝れないのって結構きついですよね、うん、次の日がもうほんまきついから。寝た気がせんのが一番辛いよ。あ、まあ、基本楽しめる、うん、ね、疲れて俺の火力の方が少ないような気がする。でもやっぱり時間でガスが少ないんじゃない。これでもあんまり明るさ変わってない。でもこっちの方が白いんよね。白い。ああ、これ真下に落ちたらほんまぬくい。心が白い感じ。ピュアホワイト。ピュアホワイト。おっさんが。おっさんが。やっぱりうまいね。酸っぱいの美味しいです。パパエビ変って。やめられ、止まらない。久しぶりに食ったらうまいですよね。たとえサダさんが変態であっても、誰サダさんが変態であっても、こら、ね、
大サタさんが変態。うるさいわ、やかましいわ。大事なことなんで、3回言いやっぱり上に上がると月ちっちゃくなるよね。いや俺やっぱ角度が全然違う、ね、ちょっと蛍みたいっすわ。また何だよ、蛍の墓。いやちょっと暗いやつじゃなくても明るいやつみたいっすわ、うん、希望みたい。どんな、どんな AV どんな明るい AV でって。ああ楽しい。もうこれ普通に寝て、うん、夢の中の時間だな。おい、朝飯買ってくるの忘れないんだ。カップラーメン、ソーセージしか、ソーセージまで買って食パンを買うの忘れてたっていう、うん、ホットサンドを作ろうと思ってホットサンドメーカーまで買ってきたんだけど、チンジャオロースの素とかあの辺買ってきてオーラって作った方が野菜は食えるよね。わかりました。酒のつまみにもなる。中華鍋を買ってきます中華鍋買ってきてやりますわ。正直あの佐田さんのいとことキャンプ行くまでナスってあんまり食べなかったんです、はい、ああ、はいはい、秋のあれ焼きナスしてミンサイや。焼きナスっていやあれうまいっすね。本当にバーベキューで焼きナス、本当鉄板でね、油しいのだけで。あ、それこそこの間言うとあのお化けなんじゃない。あ、お化けナス、あの萩の方のやつです、ね、あれをステーキ、玉毛ナス、あれを要はこのぐらいの厚切りにしてこう焼いて醤油かけて。あれはね、ほんとあれは。じゃあ次回はあの俺ナスのパスタとか作りますわ、うん、ああいうのすごい多分いいと思うし、うん、うまいと思うよ。ああ行きましょう行きましょう。でゴールデンウィークずっと休みじゃないですか、うん、ですることはないからってんでカレー作ってみようと思って。おお、ええきっかけだね。誰でも作れるからね。誰でも作れるって、いや知らない。でそれを知らなかったし、そんなに簡単に作れるってみんながカレー簡単と簡単とかっていうの、はいはいはい、全然知らなかった。何を土地狂ったか、まずアメリカ玉ねぎからね入っていやそれはあのドッツボタイプのやつで、ね、そうですねでその横であの圧力鍋で牛すじを買ってきて、あ牛すじうまいっすね。にしてうまいわ。でずっとあの牛すじを煮込んでて、でずっとた、ま、その間に玉ねぎをやってアメリカ玉ねぎあれでもね、やっぱり料理ってじゃ料理じゃない、自分がやったことのないことをやるって本当やっぱり面白い。あ面白いですよね。っていうのが難しいですね。これもう来た。マジですか。ほらこれどれ。あ、いた。いや今すごい飛んだよね、うん、今すごいパーッと何匹も、ね、いやそれはもう捕まえてホタル死んでもうたわーって言ってください。いやそれホタルなのかなんかいっぱい詰め込まねえその時に うざいじゃないけどね、うん、あるは合わないでいい話じゃないかなと、うん、話しかけんね。いや俺も絶対話しかけない。相手が要はね、あの変わったテント立て、俺もまあちょっと違うテント話しかけて来られたら可愛いですねとかいいですねとか言われたら話すかもしれんけど、誰も来んかったら絶対いかんね自分からは。俺なんかこんなことやってるから余計に話しかけられないですよ、まあね、それのおまけでね、動画出てるだけの人間に対してあ、動画見ましたとか、いやいや俺じゃないからと、いや俺も言われたいんよ。あ、マジですか。 YouTuber なんだけちょっと喋ることを考えなって言われたんだけど、いや 俺が YouTuber じゃないんだよネイチャーの人だから。マジですか。言われたよ。そんなん言われたんですか。なんか俺ばっかり映っちゃうじゃんっていう。普通だって映らないもんね、だって基本まあ撮る方だからね。撮る方だもんね。いやそうなんですよ、あの多分ね、俺その時にカメラマンになってるんですよ。カメラマンになってるから、そうするとこう楽しいところとかいいところっていう、そうなんですよ、対象物に、それを撮ろうと思うから。それは致し方がないよね、うん、その時点でだって視線が変わったもんね。そういう見方する人もおるんじゃ。そうなんですよ、うん、今日あの夏やってやっぱきついっすわきついっすよ昼間はね、うん、昼間はきつい。あれ新品があるやったら7月じゃないかいね、あれ、うん、一番最初やったの7月ぐらいだったっすね。くっそ暑かったよね。めっちゃ暑かった一番最初っすよね、うん、でみんな動画見てからヘベレキになってて、俺もヘベレキになっちゃったけど。あれ3部作でやったんっけ。いや2回ぐらいやりましたよ確か、うん、2回か3回か3回。今回も編集するのがどうしようかなどこ使おうみたいな。今回もめっちゃ撮ってますよ。撮ってるね。今のもまだ回りよるもんね。回ってますから。
いやめんどくせえ。めんどくせえ。本音本音。一言言って、佐田さんめんどくさいって。俺がめんどくさい。君じゃないのか。だってカメラ気にしたことないじゃん。基本。はい、まああんまり気にせんねえ。でもカメラに向かって言いたいよ。すげえ変なことは喋ってないような気がするんだけど。いや言ってる言ってる。まあ待て、前期はしっかりと。吸引力の変わらないバキュームってやつよ。最初の頃、最初の頃言ってる。最初の頃言ってる。下ネタ。下ネタ。お互い言ってるじゃないですか。言うたねと言いや。いや、そう男のキャンプはしょうがないと思うんだけどね。格好つけてもしょうがないじゃん。でも女性が始めたらずっと言ってるんですよ。いや、おっても。まあ、すげえ。しかもアスリートだしね。みんな開いたよ。みんな開きましたよ。まあ、もう開いたんだ、すげえ。オーナーさんが途中で赤ワイン。いや前もいいのマジか。まあ開けるね。もう着るもんないか今。今日持ってきてねえな全然。大丈夫天然の肉襦袢で。あ俺か。ガスがなくなった。こんなまだまだ残っちゃうね、うん、タレビアン。タレビアン。トレビアン。風が出てきたね。まあただの寝袋なんですけど。あったかいわ。あったかいわ。あったかいわ。あ、これでもね、シラフの方、ブランケットじゃなくて。違うね。あ、シラフの方だ。いや、それでなんとかなるかなと思ったんですけど。ネイチャー。寒いかなと。ネイチャーハイク。ハイク。中国製造って書いてある。正解です。お姉ちゃんがハイク？あ？ネイチャーハイク？誰そんなベタな。ベタな。おっさんか。おっさんです。でも確かに寒いですね。風が出てきたけ寒いね。ほんと寒いですよね。我慢できんぐらいだもん、こんな。パープだ。そうやし。なんで、おかしいよ、あんた。要はそれでおると思うよ、俺。長袖着ちゃっても寒ってこと思うのに。いや、俺も長袖でも寒いですもん。ね、半袖でもいいんだ。もうそろそろええ加減、お開きして布団に入らんと寒いんじゃねえ、これ。いや、布団入ってるじゃん。うん、これあったかい。やっぱりいるね、うん、一年中なんか乗せた方がいいね。いや、いいっすね。いや、俺は絶対乗せた。でも寝袋1枚はあの薄いやつ、夏用のやつは1個絶対乗せてるから。でも半袖は信じらんないっす。そんな人がいるんですか。俺ね、そこに平然とおるやつ。いや、寒いって言ってるじゃないですか、さっき。いや、俺これでも寒いからこうやって冷たい。ああ、うん、だから頭おかしいよね。いや、そんな褒めてもらって半袖がありえん。半袖がありえん。寒いもん。見ちゃうだけで寒いんじゃけど、今でも寒いけど。目に入るたびに寒いなと思う。ただね、俺鳥肌立ってないよまだ。おかしい人やね。マジっすか。今これでちょうどいいぐらい。マジっす。じゃけん、もう佐田さんのギャグずっと聞かされてるけど、僕寒さの耐性がある。俺が言って寒いギャグ言ったよ。それどっちかというと僕か。あや言うね、佐田さん。明日大変ね。まあ明日も変態ですし。あ、でもこれあったかい。あったかい。温風が来て。じゃあどれかしら、あの頭おかしい人。本当でも鳥肌も立ってないでしょ。全然でも寒いって。明日熱出してからうなっちゃう。おっと。休めるかな今週。いや、だから連泊しちゃった。すいません、熱が出て帰れなくなったんですよと。頭おかしい。いや、それは分かってますよ。